りの最後だ。だが死なばもろともだぞバギー。旦那、やったやったんだね。やられたかと思っちゃった。俺もそう思った。だがバギーはためらったんだ、俺を殺すの。このせいだ。これがピカーって光ったんだよ。見せろ、これはお袋のつけてたペンダントだ。何？お袋の遺言だ。私はバギーにライスボールを持って逃げさせます。ライスボールを誰も知らない山の中へ埋めてしまうようにバギーに命じました。もうほとんど知性が消えてしまっていますが、私の頼みはきっと分かってくれたでしょう。私が裏切ったと知れば、大統領は私を猟犬に噛み殺させるでしょう。バギーは野生に戻ります。多分山の中で一生を終えるでしょう。バギーのようなライスボールのような生き物は人間が作ってはなりません。私は悪い科学者で悪い母親でした。凌介、ごめんなさい。元気で、バギー。なんてこった。バギーはお袋を殺したんじゃなかった。お袋が逃がしたんだ。なぜそう言ってくれなかった。なぜ黙っていたんだバギー。たった一言でも言ってくれたら日本へ連れて帰ってたんだ。お前は家族だって幸せに暮らす約束だったな。バギー、生き返ってくれ。一緒に日本へ行こう。死なないでくれバギー。バギこれは何だ。足跡だ。バギの足跡じゃないのか。まさか、だってバギは死んだはずだぜ。そうか、生き返ったんだ。足跡はあの茂みの方へ消えてるよ。バギは生きてた、そして山へ帰ったんだ。そうだ、そうなんだぜチコ。どうして生き返ったんだろう。そんなことどうだっていい。バギ、生き延びろよ。バギ、精一杯生きろ、祈ってるぜ。もう人間の前には現れないね、きっと。その方がいい。Boy, can't wait for that goat head stew. Hey, Ren. Huh? I'm engaged!